色鮮やかな羽を持つ美しい蝶は世界中で多くの人に愛され、切手のモチーフとしても様々な国で使われています。そんな蝶の切手と実際の標本を集めた企画展が那須町で開かれています。色とりどり鮮やかな蝶をデザインした切手と、まるで今にも飛んでいきそうな実物の標本がずらりと並んでいます。那須町湯本の高原公民館で開かれている企画展、切手に描かれた蝶たちです。これは日光市在住の昆虫愛好家新部康介さんのコレクションを展示するもので、国内外からよりすぐりの切手と標本を集めました。新部さんによりますと、蝶の切手は世界中にファンが多く、これまでに合わせておよそ2500種類発行されているといいます。日本では16種類発行されていて、那須烏山市などでも見られる大紫や大雪山だけに生息する国の天然記念物の薄葉貴重などの切手と標本を見比べることができます。またこちらの大きな蝶はトリバネアゲハと呼ばれる蝶で、アラブなどで切手になっています。標本の下に鏡を置くことで羽の裏側の文様も確認できるよう工夫されています。中国の切手でですね、北方アゲハというのは台湾にしかいない蝶なんですね。それとやっぱり中華人民共和国ではやっぱり自分の国ということで、北方アゲハのデザインの切手が発行されています。その他ユーラシア大陸一帯に生息し、ハンガリーやカンボジアなど数多くの国で愛されているアポロ蝶や、国内でもおなじみのキアゲハなど、子どもから大人まで気持ちが華やぐ展示になっています。切手というのはやっぱりコレクションを趣味にしている方の、まあ、趣味の王道と言っていいと思うんですけど、切手というのはデザインとあと本物の蝶もですね、同じ向きにわざとレイアウトしてますんで、実際の大きさはこうなんだっていうのは分かると思います。この企画展は今月末まで開かれています。